こんにちは。今日から始める安心男着物、着物らかん児玉です。今日は男の加工美の結び方で、前回前々回と、肩ばさみ、それから浪人結びというのをやってきましたけど、今日は吉矢結びというのをちょっとお話したいと思います。まずちょっと前回のおさらいからで、まあ浪人結びってこういう形の結び方ですよっていうお話をしたんですけれども、今日はちょっとその吉矢というのをちょっとやってみたいと思います。で、私まずこの吉矢の場合ですけど、私いつも実はこの房がですね、胴巻きの中に巻き込んでしまうので、房の方を、手とは逆の方にしてるんですけど、この吉矢の場合はちょっとあえてこの房を、ちょっと見せるような形でちょっと使いたいと思いますので、まずちょっとその準備というかしますね。ちょっと待ってくださいね。で、いつもとは逆で、まず房の方をちょっとこう使ってですね、これを手先にします。そして、貝の口の時と同じぐらいの長さを出しておいて巻いていきます。これはいつもと同じことなんですけども、そして貝の口の場合はこれで中に折り返すんですが、この吉矢結びの場合はもうだらんと長いまま、ですから一文字結びと同じですね、あの袴下の帯結びと同じ状態で、そしてこの手先に幅の太い方を上に乗せてですね、そして一結びで、縦にすればいつも言うように緩みませんので、そしてまずこのタレをですね、真半分にして、ちょうどこの結び目の位置に、最後のところが来るようにしてですね、そしてこの手先をですね返してあげて、手先をこう跳ね上げてですね、こうして跳ね上げて、ここにこの幅の広いのを下から通してですね、そしてよいしょ、引き抜いてしまうのではなくて、こちらとこちら両方ちょっとずつこう出るような形でグッとこう締めます。こんな形ですね。よし。で、そのなぜこのふさふさを出したかというと、半分の位置でこう折り返した時にここからこうボロボロっと出る方が格好が悪いので、あえてこの水管に当たる位置にふさをこう出しておいて、そしてこう結ぶという、これが吉矢結びという結び方ですね。で、ちょっとこれをいつもと一緒ですね、こんな形で映ってますかね。
まあで、毎回いつもお話しするように前はグッと下げてあげて、後ろは少しこうちょっと上に上がるような形にしていただいて、まあこんな形これがまあ男性の吉矢結びという結び方です。ということで、まあ貝の口以外にも、まあまだまだこういろいろ実はね、こう細い帯でやる喧嘩結びとか、まあいろんなこう結び方あるんですけれども、今日は代表的な、まあこの3回に分けてですね、肩ばさみ、浪人、吉矢という3種類の帯結びを、ちょっとお話してみました。ということで以上、今日は吉矢男性の加工帯の吉矢結びという結び方についてお話をさせていただきました。以上、ありがとうございました。